資産というのが入ってます。まあ、それと同じ内容をかいつまんで、お話ししたいと思います。神奈美の井戸研究推進法ということで、まあ、法律が何で作んなかあかんねやっていう話と、その内容と実施できるのはどういうことやということに限りついてお話ししたいと思います。でそもそもあの用語の定義がちょっとありまして、医療大麻というメディカルマリファナという、まあ、一般的に喫煙で、マリファナと同じように吸うというのがメディカルマリファナ、医療大麻です。でもう一つカンナビノイド医薬品というのがあります。これは大麻草の有効成分を抽出して生成したもので、もう一つが化学的に合成して作ったものがカンナビノイド医薬品です。でカンナミノイドというのはですね、大麻草に含まれる有効成分、生理活性物質の、まあ、総称です。今まで100種類ぐらい見つかってます。で、なんで大麻草に注目されてるんやと言いますと、まあ、あの一般的にはね、麻薬やと思ってるかもしれませんけども、最近研究が進んで随分様相が変わってきました。ここに会場にいる皆さん、大麻草を自宅で栽培してなくても、皆さん脳の中で毎日栽培してるんです。脳内マリファナっていうのがあるんです。ここの皆さんそうですよ。脳内マリファナみんな出まくってるんですよ、今。こういう話聞いてる。脳内マリファナね。で、これが発見された。で、もう一つが脳内マリファナをキャッチする受容体。それが、神経細胞と免疫細胞に多いんです。ということは、神経系の何かと免疫系の何かに、どうやら大麻草が効くんやないかということが注目されました。で実際に論文ですね、世界中がもう2万5000件ぐらいの論文が発表されてます。で製薬会社も黙ってません。もう市販されてます。サティベックスというのが多発性硬化症という神経性の難病の薬ですね、やってます。でしかも大塚製薬という日本の会社もやってます。アメリカで、日本では研究はできないんで、アメリカで2007年か8年から臨床試験始めてます。他の会社もいろいろやってます。で、なぜ大麻が、いいんだ。概念がだいぶ変わりました。科学が進歩して。安心安全に使えるんです。なぜかというと、さっき言ったカンナミノイドの受容体が呼吸とか心臓とかに司っているところにほとんどないんです。だから過剰摂取しても死なないんです。マリファナを1回しても死ねないんです。そうなんですっていうことが分かりました、科学的に。あともう一つ、最近アメリカのレポートで、大麻は喫煙の害を除けば、まあ、今までの薬品と同じぐらいだというふうなレポートも出てます。あと法律家の判断でも天然のマリファナは人間にとって治療効果に知られている薬物の中で最も安全なものであるというふうになってます。で今日皆さんここに覚えてほしいのが、この懇親会でもアルコール大好きですよね、皆さん。アルコール、あの実は危険ですよ。ヘロインと一緒です。薬理学的にはヘロインと一緒で、コカインはタバコのニコチンと一緒です。でじゃあマリファナどの辺やと、カフェイン、コーヒーと一緒です。なので法律と薬理学は今あべこべです。ヘロインはあかんけどアルコールはいい、コカインはダメやけどニコチンはいい、マリファナはダメやけどコーヒー飲んでもいいと、もう法律を薬理学で決めるんやったらアルコールとニコチンは即禁止、今日からやめてください、全員。その代わりマリファナ吸いまくりましょうという話になります。だけどポスターはアルコールとニコチンで5兆円稼いでるんです。5兆円、これは世界中の傾向ですよね。国家で今財政ないのにアルコールとニコチン禁止してもらう、この兆円なくなるんやん、どないしてくんねんというお話です。それで今私たちが提案するのはこの医療大麻をぜひ使ってほしいということで、今医療大麻をですね、海外で、使っている患者さんを日本の患者さんに当てはめると、実は日本人の3分の1の方々がこの医療大麻の恩恵を受けられるという統計が出てます。なので皆さんも脳内マリファナの亡くなった方、出が悪い方は大麻を外部から吸わないと病気になるんです。一番
顕著なのが鬱です。脳内マリファナ足りない方は必ず精神的に鬱になっています。なのでこの方たちは一刻も早く大麻を吸わせてあげたい、そういうのが医療大麻の、現実です。発想を変えてください。そのために私たちはこの大麻取締法の第4条というものがネックなんです。なので、私たちはこのカンナビノイド研究推進法というお医者さんと、患者さんがせめて臨床試験を やらせてくださいということを法改正を目指して今後活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。